はい。皆さん、こんにちは。村長です。先日からアップしていますアフィニティデザイナー。この動画が案外たくさんの方に見ていただきまして、かなりのスピードで伸びています。第1回目はアフィニティデザイナーの概要的な解説でして、2回目はツールについてのいろんな使い方を皆さんと一緒に共有しました。 今回は前回話していなかったことそれは少し内容の濃いものになりそうでしたので飛ばしておいたそのいくつかの項目をお話ししていきたいと思いますいわゆるちょっとレベルアップした感じで今日はやっていきたいと思いますでは最初に書類を作りたいと思いますファイルから新規を選びますそして、 今日やることは、ここにありますアートボード、これを作成するということです。実は前回までは言ってませんでしたが、必ず作った方が便利です。これをチェックを入れて作成をしましょう。そうしましたら、灰色の画面になります。例えば、これを小さくしましても、いつまでもこの灰色のスペースが、 後ろには存在します。これは皆さんにわかりやすく説明しますと、机の上というような感じに思っていただいたらいいと思います。そして、このアートボードというのは一つのページです。実際のイメージで言いましたら、机の上にコピー用紙やメモ帳があるというようなことです。例えば、ミュージシャンの人なんかがフライヤーを作るときに、 表と裏というのを作りたいような時にもとっても便利ですこれでアートボードのツールこれですねこれを選択しますそうしましてドキュメントの大きさでアートボードを挿入としましたらこのように2ページ目のようなものができますこのサイズはどうなっているのかと言いましたらこれはですね自由に 書くこともできます。今、アートボードツールをやっていると、このように入れることができます。そして、このアートボードですけれども、また同じようなものを作りたい場合は、アートボードを挿入としますと、さっきと同じものができます。あれどこに行ったのかないわゆる、これ、右の端の方に行っています。アートボードをこっちにも引っ張ってきます。 アートボードというのをたくさん作れるわけです。そしてアートボードを作ったら作らない時と大きな違いがあります。例えば文字のツールでこのように文字を打ったとします。そして今まではこれを用紙の外に出すと見えなくなってしまいました。でもこれは用紙の外へ行くとこのように部品を置いておくことができます。 そして、用紙にかかった場合は、このように部分的に見えるような仕組みになっています。こういうふうなことがあれば便利なのは、ここでこれが仮にタイトルとします。そうしましたら、ここで使ったものを通常書類が別々でしたら、コピーペーストなんかでこの 文字を持っていかないといけないんですけれども、これであれば、コントロールキーを押しながら、このようにコピーする。そして、サイズを変える。このような形で作業を進めることができます。とっても便利ですね。そして、これをファイルに保存するような時も、例えば、ここでファイルをエクスポートします。すると、 今選ばれているアートボードがこのようになりましたが、ここでアートボードを切り替えることができます。2を選んだら、このように2つ目のアートボードをこれからピングでファイルにすることができるという風になるわけです。ちょっとここはキャンセルしておきます。このように一つ一つはページなんですけれども、 この全体は一つのプロジェクトとして保存ができるようになります。ですから今4つのアートボードがありますけれども、このままファイルで保存というのをするとですね、この4つの書類が全部一緒になって保存ができるわけです。ということは、例えば何月何日の音楽会についてのパンフレットやチケットや そういうものを作った時にどうしてもタイトルとか主催者会場とかいうのはですね使い回しをしたい時にこのようにやればとってもスピーディーに作ってイメージも見やすいということになりますですからこのアートボードは必ず作って作業することをおすすめします次に話していなかったツールとしましては オフセットのツールがあります。ここでは輪郭ツールと呼んでいます。この輪郭ツールはどのように使うのでしょうか。四角でこのように書いたとします。わかりやすいように色を赤くしておきます。そして輪郭ツールの使い方というのはこういう事例が考えられます。これをコピーします。そして 貼り付けをします。いわゆるこれが二重になったということですね。二重になってるか。はい。このようになっています。そして、この選んでいる上の方を、この輪郭ツールでこのように引っ張りますと、オフセットされた図形が描けるようになります。このぐらいのオフセットで離してみましょう。 そうしまして、この赤を透明にします。そして、縁は青色にします。わかりやすいようにちょっと線を太めにしておきます。はい。こういうような図形が書けました。でも、角が丸いですよね。これはどうすればいいんでしょうか。こういう時は、上の輪郭タイプに角丸とか、 いろいろありますので、ここで、まいたというのにしますと、このようになりますし、そして、ベベルというのを選びますと、ここがこのように角を取ったような面取りとでも言うんでしょうか。そのようになっています。ここらで、オフセットというのが使えるようになります。ぜひともやってみてください。また、 今のように二重にしたのは自由な編集をできるためだけでありまして、例えばこの青い方を削除します。そしてこれ一つだけでもう一度このように輪郭ツールで輪郭を作ります。そして角を四角にしておきます。そしてこの輪郭の塗りつぶしというのがあります。 ここでこのようにすると輪郭の表現方法を変えることができます。次は塗りつぶしのツール、そして透明ツール。この二つについてもう少しチップスをお話ししたいと思います。例えばこのように四角を描きます。この時に塗りつぶしツールを選択します。そして このように書くとグラデーションができます。先日はこれができるというところまでしかお話ししませんでしたが、上にあるツールを選びまして、上のボタンのところをクリックします。そうするとこのように出てきましたので、ここでカラーを設定することができます。スウォッチの中から赤いのを選びましょう。そうするとこのように 赤が選択されました。もう一度グラデーションにしまして、次はこちらのところを色を変えましょう。その時はここにあるカラーを選択します。ここで青を選んでみます。するとこのように青から赤のグラデーションがかかりました。そうしまして、ここで線形とか楕円とかこのように 変更ができるようになりましてこの変わり度合いですねどこに変わり度合いを置くか線でやると分かりやすいですけれどもこのように割合を変更することができますなおかつ透明ツールと同じような不透明度というのも選択できるようになりますこのようにすると透明化されます ここでの設定もできますがこの書類上でもポイントを切り替えることができますこのようにグラデーションをつけていくことができますが下の透明ツールとは少し違いまして透明ツールでやると片方は必ず透明になります色が2つ使えるのと、 一つしか使えない。一つと透明ということですね。その違いがこの二つのツールにはあることを覚えておいてください。続きまして、文字ツールについて少し応用的なお話をしたいと思います。まず、楕円を書きます。はい。このように書けましたね。そうしましたら、 アーティスティックなテキストツールを選択します。そうしまして、この輪郭に近いところに持っていきますと、キの文字の下にくにゅくにゅっとした波線がつきます。そこでクリックをします。すると、このようにカーソルが点滅しました。ここで、あーっと、こう打っていきますと、このように円弧に合わせた 文字が打てるようになります。これは円弧だけではなくてペンツールで書いたパスに対しても自由に載せることができますはいここで入力をしますこういうことですねそしてこの視点というのが 緑色になりますのでこの緑色の小さなポインターをこのように動かすとずらしていくことができますそして赤を超えたら反転しますこのように文字を入力できますしベースラインというところを変更しますとこの離れる距離が変わります こちらに対してもそうですはいこのようにベースラインとの距離を保つこともできるようになっています今度はこの測定ツールというものですこの測定ツールで図形の実際の寸法を測ることができます こういうことですね。そして今はポイントというのになっています。これを変更するのはファイルのドキュメント設定からここで変更することができます。ドキュメントの単位というのを変えることができます。ミリメートルに合わしておきます。OK をするとこのようにミリメートル表示ができるようになります。ただし、 これは他のところを押すと消えてしまいます。今度は丸をこのように書きます。この面積が知りたいような時に、ここでエリアツールというのを選択します。そうしましたら平方ミリメートルでこのように表示ができます。上の方にその値が表示されています。そして、 ここはスケールというのもできますのでこの表示スケールというので倍率というのも変更できるようになっていますそして今度はズームツールですズームツールはもちろん Z のキーを押すとこのようにプラスマークになりまして拡大や縮小ができます 虫ののツールのようになるわけですね。でもこれよりもですねショートカットとして早いのはイラストレーターと同じように「コントロールプラス」「コントロールマイナス」で拡大縮小ができますこのように「コントロールプラス」「コントロールマイナスも」も是非とも覚えてくださいあとお話は伝語しますが このフレームテキストツールを使うと疑似縦書きツールができます。アフィニティデザイナーでは縦書きというのにはこのバージョン2でもまだ完全に対応していません。ですからこれをやろうと思うとこのようにフレームテキストツールで細長いフレームを入力しておきましてそして文字を入力していきます。 ちょっと字が小さいので20ポイントから30ポイントにしておきましょうその時はこのように選択範囲を作ってからサイズを変えることになりますこのようになりましたそうしましてこれを1行分に範囲を狭めてくださいするとこのように縦書きができます 縦書きができるのはいいんですけれども、問題がまだあります。例えば、苦闘点です。点を押しまして、このようにしますと、左側に寄ってしまいます。これは右寄せにしたいわけですね。これはどうすれば、なんとか解消できるでしょうか。このように選択しておきまして、上にあります、カーブに変換というのをして、 文字から図形に変更します。これで一つ一つの図形となったわけですね。このようにしますと、一つ一つこのように選択できます。この時に少し大きくしておきまして、この点をですね、こちらの方に移動すると。あまりスマートなやり方ではありませんけれども、 ちょっとした応用をするのにはこのような使い方をしてみてください。まあ今のところバージョン3もしくはアップデートで対応できることを望みたいですね。今日はツールについてちょっとステップアップしたお話を進めさせていただきました。次は右の方にありますいろんなオプションのパレットですね。 これについて説明をしていきたいと思います。それでは今日もありがとうございました。村長スタジオでした。